ソマリア・サナーグ州バダン県エルブーエルブーは、ソマリア・サナーグ州の北東に位置する町である。エルブーの様子エルブーは、バハン県に位置している。エルブーは2000年代後半、一時的に現在のバダン、県に値するマーヒル州に属していた。2006年、プントランド政府は干ばつによりエルブーなどが水不足になっていると発表した。2013年12月、 エルブー地区で1歳未満の7人の子供が下痢により死亡。2018年3月にも30の牧地区民の家族が干ばつの被害を受けた。2018年6月、エルブーでソマリーランドに侵略された地区を取り戻すためのデモが行われたと報じられた。2019年5月にも同様のデモが行われた。2019年10月、 ソマリランドから150名の兵士が脱走して7台の軍用車とともにエルブーのプントランド軍に合流。ただしソマリランド軍はこれを否定。2020年2月、プントランド議会議長ら代表団がエルブーを訪問。2020年4月、エルブーで開発プロジェクトが進行中であると報じられた。2021年5月、エルブーの住民が家畜を プントランド軍に寄付したと報じられた。ありがとうございます。